続いての方、集団ストーカーに遭っているという方です。もしもし。もしもし。集団ストーカーの被害に遭っているということで、集団ストーカーっていうのはどういった被害なんでしょうか集団ストーカーっていうのは、大勢で一人のターゲットを追いかけたりとか、あ,そうですあと電磁波を使って、人に対して攻撃を加えたりとか、うん、そういうことをささせるんですね。 つまり電磁波を使われて攻撃を食らってるってことですかはい、今、その加害者に対して家で電気を流されたりしてるんです。家で電気を流されているというのははいあの、足元に電気を流されていて、隣の部屋がだと思うんですけど、寝ててもね、テレパシーができるようになってしまって。はい。 で警察に言っても信用してもらえなくて、大家に言っても信用してもらえなくて、どうすればいいのか、本当に困っちゃってるんですよね。<laughs> なるほど、それ電気カーペットとかではなく、普通、普通です。足元に電気を流されたっていうのは、どういったことなんですか、足元に電気を流された。えっと えっと、冷蔵庫の後ろのコンセントタップがあるんですけどそこのところをカタ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 って言うと冷蔵庫の電源が勝手に入るんですそうすると自分の体に電気が走るんですよね <laughs> ちょっと待ってくださいえ冷蔵庫の電気が勝手に入るって、はい、冷蔵庫の電気って段常になんかオンになってません 頻繁にすするんですよね隣のが208号室なんですけど、えー、208号室の部屋のコンセントタップの方からカタ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 っていう音がすると必ずうちの冷蔵庫の電源が入ったりとかあと電気ケトルのボタンの音が勝手にしたりとかあのコンセントタップありますよねうん、うん、あれがパチ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 落としたりとか<ん>そういうことがあるんですえっとすみませんなぜあなたが集団相関の被害にあっているんですかちなみに。 厚木に不動産、ブラック企業があるわけです、不動産屋さんが、そこの家賃を遅れたことによって、はい、その追い出し行為、嫌がらせ行為をしてくるようになったっていうことか、始まりですね。あー、なるほど、家賃滞納したことによって、集団ストーカーの被害にあって、電磁波攻撃を受けることになったそうですねえと。すみません、の今、もらった画像なんですけど、このコンビニのこれは何ですか、チラシは。はい それはあの集団ストーカーに遭ってる被害者さんがポスティングとかこれ勝手にコンビニに置いてるってことですかこれい,いやもう違いますちゃんとコンビニの店員に断って置かせていただけますか、はい、って言って置いてもらってるものです,ですそうです、はい、そうですはい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 えっと、はい、僕の知り合いにも実は同じように電磁波を受けたっていう人がいてそれの対策として、はい、頭にアルミホイルをつけてる人がいるんですよああはい、はいあーはい それやってみたらどうですか電磁波攻撃を防御する方法があるんですよ、一つ。はい。サボテンです。サボテン。サボテンを家に置くと、サボテンが電磁波を吸収してくれるみたいなんですよ、電波を。<ー>はい、サボテンを置いてみてはいかがでしょうか。<ー>え、マンションにもチラシを貼ってるんですか、集団。貼ってます。<laughs> これ、勝手に貼ってるんじゃないですか、マンションに。そ,そ,それも違います。大家にちゃんと断って貼ってます。ほですか本当ですか,本当か本当です こんなのコンビニとか大家許すの買っていいよって、はい、<laughs> 本,当本当に本当に本当にちゃんとちゃんと断って貼ってますので大丈夫ですだからその電磁波攻撃を受けてるんだったら防御するためにやったらいいじゃんサボテンなりアルミホイルなりまあ一応それはちょっと恥ずかしいですけど気が向いた時はやってみますうん 電波攻撃とか床に電気を流されてるとか集団ストーカーを受けてるっていうのは、はい、でも正直証拠ないですよね、はい、ちょっと避けてたんですけどやっぱり病気の症状としてそういうのってやっぱあるんですよどうしても統合市調所の症状として代表的なやつなんですよ、はい、集団ストーカーだとか、はい、電磁波を受けてるっていうのが、はい、まあでもまあその病気が違うっていうんであればもう対策としてはもうサボテンとアルミホイルしかないよねっていう。 <laughs> サーブ電化ルールですね。<laughs> はい。これも防御するしかないですもん。まあ、電磁パルス受けてるってことでね。はい。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。はいはい。もうこれちょっとやばいでしょうこれ。でちょっとねあの話があるということで。おかみ感謝お伝え。はい。もしもし。 集団ストーカーに感謝を伝えたら人生を取り戻しました何集団ストーカーに感謝を伝えたら人生を取り戻しました集団ストーカーに感謝を伝えたら人生を取り戻したどういうこと<あ>それは沖縄県から来ました28歳匿名のあの先ほどの情報提供なんですが さっきのの者方何を言っている<お>マジで何を言っているんですか、<あ>この人は。<laughs> はい、こちら、<う>頭にアルミホイル巻いている人なんですけど,ど、何の話ですか、今日はあ。匿名の情報提供なんですが。匿名の情報提供、はい、なんでしょう。さっきの人が集団ストーカーに悩んでいて。ああ、言ってましたね、はい。 日本一被害を受けけてた人なんですけど集団ストーカーで日本一被害を受けてる方なんですねあなたが。はい、はい、それで。ずっと誤解があって前のコレタンのに行ったら、うん、集団ストーカーは見,見守ってる人,人たちだ集団だったってことだしたのでそれから集団ストーカーを見つけたらいつも感謝を伝えるようにしたら。はい 人生を取ほんししでえっと集団ストーカーで被害に遭ってると思ってたんだけどその人たちに感謝を伝えたのね俺を見守ってくれてると逆にはいでそしたら人生を取り戻したっていうのはど,どういうこと集団ストーカーいなくなったってことあもう悩むひこともなくなってああ集団ストーカーに対して悩むことがなくなったんだ<の>感謝の意を伝えたらはい、はい、よかったやん というです、ね、ってことは何なのあのさっきの人にも集団ストーカーに、はい、感謝の気持ちを込めろってことかなアドバイスとしてはあはい街<ー>中で見かけたらあ,<ー>そのありがとうって言っ <laughs> い,いいようにしてますね集団ストーカーの方に「ありがとう」って、はいはい、僕につきまとってくれてありがとうって言ってるってことね はい言いましたああなるほどなるほどわかりましたそういうことですねわかりましたはい先ほどの俊彦さん聞いてますかねありがとうを込めて集団相関に接してくださいえっ、ー、と正月何したの、はい、君はあマンショ見てみました <laughs> あそうなんだはい、うん、ああそうですかわかりました今も、まあ、アルミホイルはつけてるのかなはしてました あ、してたんだね。はいはいはい。してました。あ,あ、捨てた。はい、うん。なるほど。じゃあ治りつつあるのかな。はい。うん。はい。開けましょう、<あ>おめでとう。あ、おめでとうございます。うん。なんか頭が富士山に見えてきた。君の頭が富士山に。<laughs> うん。<laughs> あ、じゃあじ,じゃあね。はい。さよなら。さよなら。まともなやつおらんのが俺の放送。